下向いてほしい。もう、それ。もう。ああ。ここか。はい、実家で今洗濯をしているとこのように、水漏れがまた再びですね。はい、今ちょっと担当の方にねお電話しましたら、ちょっと出られませんでしたのでね、お返事待ちという感じですが、はい、何が原因でしょうかね。はい、ね、ホースね繋いでるんですが、繋ぎ目からかな。つなぎ目どこでしょうね。はい、まあ、何が原因かね、また分かったら報告します。ということで、半年後またしても水漏れ事件が起きてびっくりだったんですが、こちらの洗濯機は実家で使っている洗濯機です。水漏れ後ね、もうこれにちょっと取り替えてもらいました。これはもう15年使用しています。ちょっとね、運転時音がするので、我が家から持ってきた洗濯機と交換してました。ここが洗面所で、洗面所の横が台所なんですけれども、台所で母は寝てるので、夜に洗濯乾燥を、するんですよね。だからちょっと母が寝にくかったらいけないなと思って、我が家の洗濯機と交換していました。それで、水漏れが起きたのが8月末だったんですが、その水漏れが起きた原因の給水弁を変えただけではなくて、心配だからということで、その洗濯機の心臓部分の、メカ部分ですね、そこもね、新品にね、変えたんですよ。それで、この半年後またこういう風になってしまって、今回は給水弁ではなく、なんかね、後ろの乾燥するときに、なんか冷却水みたいなのが出るんですけどね。で、その冷却水がちょっとなんかこう、溢れてみたいな感じで、水が漏れてたようですね、原因が。うん、で、引っ越し工事が終わって、引っ越しの日程を決めた次の日にこの水漏れが起きて、もうね、さすがにその水を見た時に、ね、なんか、ちょっとね、またって私も思わず言葉を発してしまって、涙が出ました。やっと、戻れると思ったんですが、はい、それでまたこう床が濡れてましたんで、もうとっさにね、もうちょっと撮影できなかったんですけど、もうね、拭きましたね、反対側もシャシャッと拭いて、もう、また床が、もう、水で、って思って、もうそうでなくても古いのでね、もう水に濡れると本当にもう大変だと思って、だから洗濯機の下は全部濡れてまして、そこからちょっと水ビヨーと出てきた感じでしたね。
だからもう水漏れの原因の給水弁も取り替えてるし、それだけではなくって、そのメカ部分、だから機械的な部分は全部新しいものに交換していたので、まさかね、こういう風になるとは思わなかったですね。なので、今回もね、洗濯機をね、持って帰ってもらいました。持って帰って、もう原因究明、もう、そこのね、場所ではね、技術者の方がね、多分こうだろうというふうに見てもらったんですけど、もうしっかりと見てくださいってことをお伝えしました。で、やはり、年数が経ってて、でもね、10年も使ってないのでね、まだ使用が8年未満だったにもかかわらず、2度もこういうふうにね、水漏れ。だから年数が経つと、洗濯機から水漏れするのは、よくあることではないと思うんですよね。もう本当水漏れっていうのは致命的だと思うので、はい。ということでね、もうまさかの実家でも水漏れ。でも、あっちにもう引っ越しがその1週間後でしたので、引っ越しを終えて、またこの水漏れってなってたら本当に、より、もうショックだったと思うね。実家だから古いからいいっていうことではないんですがね。それでですね、今後のこの、展開なんですけれども、まあ実家の床もね、濡れました。はい。でもう洗濯機もういろいろね、メカ部分も全部変えたので、もう私たちもまあ、しばらくね、その洗濯機一回ね、ああいうことになりましたが、もう全部交換してもらったので、もちろんまだまだ使えますし、実家のね、洗濯機をもう15年使ってますのでね、使うつもりだったんですが、ちょっとね、洗濯機を新たに買わないといけなくなりました。はい。それで急遽洗濯機をね、見に行きましたが、高いですね。なんか9月に洗濯機ってモデルチェンジするみたいなんですよね。で、今1月で、まだそんなに値が下がってなくて、まあ少しはね、下がっているみたいなんですが、25万前後しましたね。はい。ということで、それで、メーカーの方とお話をして、で、前の水漏れの事件から工事に入るまでっていうのがすごく長くかかったんですよね。まあ、ちょっと大掛かりな工事というのもあったんですけど、でも、その前からやはり、その前の、なんかそれに入る話し合いとか、そういう、そこまでがね、すごく長かったですね。まだかな、まだかな、まだかなって、本当に何ヶ月も待ってました。なので、今回は、まあ、こういう風に水漏れが起きて、もう経年劣化で、もうこれが通常なことなのか、何も保証が出ないのか、出るならば、もう前回のように何ヶ月もかかっては、もう私たちはもう、工事が終わって、自宅に戻るので、みたいな話をしましたら、まあ回答が、来まして、一つは、もう今水漏れを起こした洗濯機を購入した時のレシートか何かありますかということだったので、まあ私は全部保証書と一緒にレシートも取ってたので、ありました。はい。で、それをちょっと見せてくださいと。それで、その洗濯機購入時の金額をお返しするので、それで、まあ、新しい洗濯機を買ってください。でも、床の工事はもうできません。っていうのが一つ目と、もう一つ目は、前回同様、床の調査。そして、まあ、保険がどこまで下りるかあれですけど、そういうふうに床の保証工事が出ますが、もう洗濯機は、新しいのを買うんですが、なかなか今値が下がってないので、値が下がるまで、
うちの洗濯機をレンタルでお貸ししますので、ちょっと少しお値段が下がるまでは無料で洗濯機をお貸しするので、っていう条件の2つでした。で、まあ、私はもう、この件はもう終わりにしたいというか、もう落ち着いて生活がしたかったので、もうお金うんぬんではないし、だからまあ、床を直してもらって、ちょっと洗濯機っていう2つはね、もうね、叶わない、みたいなので、はい。だから、もう床のね、実家の床はもう濡れたまんまですが、それは直したければ、もう実費で、私たちで、自力でまあ、ね、お願いして直してもらってお金は出す。で、洗濯機は、購入時の金額。結構ね、箱なしのね、展示品か何かをね、私たちは買ったので、ドラム式でしたがね、9万いかないぐらいで購入してたんですね。だからその、金額が出るということなので、まあそうしようかなと思います。じゃないとまたいつまでもね、レンタルして値が下がるっていうのを待つのもね、なかなかすっきりしないし、もう終わりにしたいなというのがすごくありましたので、そのような方向でになるかなと思います。それで、まあ、ね、この間アップした YouTube でも、皆様ご存知の通り、私がちょっとコロナに感染して、その後、夫がなり、で、母がね、持病があってね、もうすごい、うつってたらどうしようと思ったら、ちょっと喉がっていうので、もう熱とかね、全然出てなかったんですけど、もう、私が病院に連れて行って、PCR 検査ね、受けれるというからしてもらいました。そしたらね、陽性だったんですね。で、娘はね、未だにね、症状が出ずね、多分無症状者なのかなと思うので、もしPCR 検査か、なんかね、受けれたら、受けさせてもらえるかなと思って、今日ね、この収録してるのが日曜日なので、明日月曜日、ちょっと問い合わせてみようかなと思います。でもですね、私もね、まだ療養期間中なので、なかなかね、病院の方も おって感じですよね。母も、は、ちょっとね、難病があったり持病があるので、あと腎臓関係なので何かあったらどうしようと思うことでね、私もまだまだ療養期間中でね、ちょっと病院には申し訳なかったんですが、私が連れて行くしかなかったのでね、連れて行きましたがね、はい、ということで引っ越しの日程ももう伸び伸びですよね。もう家族がまあね、順次になっていきますのでね、療養期間が伸びるので、もう引っ越しはもうね、みんなの家族の療養期間がね、明けるまではね、もちろんできませんので、あと多分私は水曜日ぐらいから熱が出て、水木金土日で今日5日目なんですけど、やっと動けるようになったかなという感じなんですね。でもまだまだ多分体力とかね、なんかすごく強い症状ではなかったですけど、地味に長くしんどいっていうのが、コロナだったのかなという感じなんですよね。はい、ということで引っ越しが伸びましたが、で、洗濯機をね、ちょっと買わないといけないですが、もうコロナなのでね、なかなかちょっと買いに行けないので、引っ越しするまでにはなかなか洗濯機がね、間に合わないかもしれないのでね、そうなったらまあ実家の洗濯機をちょっと使わせてもらおうかなと思いますがね、という感じで、まさかまさかの半年後再び水漏れという事態が起こりましたね。もうね、なんか正直ね、なんかこうお水が洗濯機の下からにょろっとこう出てるのを見て、もうね、涙がね溢れましたね。またと思って、こっからまた前みたいな流れみたいな、なんかね、もういろいろね、はい、もう辛かったですね
はい、ということで、はい、でもまあ私コロナね、だいぶ回復しておりますし、母も陽性でしたが、今のところまあ油断はできませんが、熱も今は出ておらず、喉の違和感だけということで、夫もね、熱は高くないですがね、微熱で、まだなかなかね、すっきりしないようでね、寝てますがね、はい、2月に入りますと引っ越しできそうなので、引っ越しの日程をね、一応2月の1日に、できますかということでね、ご連絡して、大丈夫と返事をいただきました。それまでにね、体力がね、回復してるといいなと思います。で、今回ね、フルサービスプランにしといてよかったと思いましたね。なかなかもう、ちょっとね、どこまで元気になるかがね、あれなのでね、ほんと地味に長くしんどいっていうのがコロナなのかなと、実感しましたのでね。で、私もあまり外出してなくって、なかなかやっぱりね、ウイルスは目に見えないのでね、どこでもらったんだろうっていう感じですね。はい。それでは、ちょっと引っ越しが伸びましたが、その分、もう少し実家の整理、物の見直しがね、できるかなと思うので、まあ、この、期間をね、有効に使って、無理せずに、いろいろね、整えて、無事我が家に帰ろうかなと思います。はい。それでは、見てくださりありがとうございました。